はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、えー、皆さんどうも、こんにちは。はい。えー、パナさんがね、うんぎゃさんと一緒に寝ております。もうお花は枯れてるんでね、えー、今日おあたり処分しようと思います。はい。えー、皆さんどうも、こんにちは。沖縄おばばです。はい。えー、これもね、えー、不景気の煽りですね。はい、えー、不景気の煽りです。えー、女性のね、えー、下着市場。 業績不振でございます。女性の下着市場が業績不振です。えー、何がかというと、日本の老舗メーカーですね、ワコールさんです。はい、売り上げがめっちゃくちゃ減ってるみたいです。はい、その代わりですね。 まあ私も愛用してるんですけど、島村とか、はい。まあユニクロはあんまり着ないですけどね、ユニクロのね、えー、女性の下着が非常に伸びていると。えー、理由簡単です。安価だからです。は <laughs> い、えー。まあね、えー、あと他にも色々あるんですけど、これについては触れていきますね。えー、ワコールさんの下着って割とね、 こうワイヤーが入っていたりとかしっかりしてたりって、えー、するんですよ。なのでまあ持ちはいいですよね。長持ちはするんですそこそこ。はい。えー、持ちはいいんですけどワイヤーってあんまり実はよくなくてこれ雑談なんですけどねちょっと話しそれますけど実はワイヤーってあの何、ー、て言うのかな、えー、こう摩擦が生じるんですねワイヤーって。 えー、なんで、まあ、着心地、着け心地っていう点では、あいまいちなんですよ、ワイヤーあり。で、しかもですね、このワイヤー入りのブラですね、ブラ。はい。ワイヤー入りのブラが、あ乳がんのね、え、乳のガンガンハンのね、岩石ワオちゃんの原因になるとも、 言われてはいます。わかりませんけど。はい。言われています。はい。えー、私もね、若い頃はピーチジョーンとかが好きで、えー、まあ、あとトリンプとかも結構買ってました。ワッコールはたまに買うぐらいでしたね、えー。まあ、そういう感じだったんですけど、まあ、ここのとこね、 えー、いわゆる、うまあ、在宅勤務とかが増えてきたりで、そんなね、きっちりしたあ補正効果のあるね、えー、ブラをつける必要がなくなったっていうこともあって、いわゆるね、あの、補正効果とか、まあ、あね、えー、そういったものよりも、いわゆる着心地がいい、着け心地がいいというふうく、よ、いうような方向に、えー、どんどんね、 変わっていったんですよ。まあ、これ時代の流れでしょうね。えー、まあね、えー、トリンプさんなんか天使のブラとかね、えー、やってますけど、ありますけど。まあ、ああいう感じですよね。はい。えー、まあ,あー、なんて言うのかな。あのー、ユニクロさんのね、ブラトップとか。はい。えー、島村でも出してます。はい。ノンワイヤーのブラがね、1000円ぐらいで買えるんですよ。はい。私、ワイヤー嫌いなんで、はい。 えやっぱつけ心地があんまり良くないんでね。あとね、えー、お父のね、あの岩石岩尾ちゃんとかの原因っていう風に言われてるんでね。やっぱりその点やっぱり女性気になりますよね。はい。で、普段私お家でつけているのは当たり前なんですけど、えー、ナイトブラもしくは、ああ、おうちブラです。はい。 ナイトブラもしくはおうちブラです。なので、えー、島村さんのね、えー、1500円ぐらいので十分でございます。はい、えー。結構可愛いものが、可愛いデザインとかがあるんですよね。まあ、ワコールさんだとこの倍はしますからね、1着の値段が。ね、ワコールの1着買うんだったら島村で2着買いたいなって感じですよね。はい。まあね、ブラもね、毎日つけるものなので、 まあ消耗品ちゃあ消耗品ですからね。まあそういう、そういった事情もあり、この不景気でね、やっぱり高いお金を出せなくなってきたっていうことなんですよね。 まあ、高級路線ですね。まあ、いわゆる、ニッチな方々対象の商品に関しては、そんなに落ち込んではいないみたいなんですけど、いわゆる普通の人たちがね、買う価格帯のブラに関しては、かなり落ち込みが激しいということになっております。はい。えー、こ、ここら辺もね、日本が貧しくなっているというね、えー、証明なんじゃないんでしょうかね。はい。 えー、そう思います。えー、やっぱりね、えー、お家でつけてるやつはね、まあ、外にもつけてきますよ。あの、おうちブラとかナイトブラにもちゃんとパッと入ってるんで、えー、見てくれはそんなに変わんないんですよ。はい。えー、まあね、見てくれはそんなに変わんないんですよ、おうちブラでも。はい。きちんとパッとが入ってるんでね。えー、なんで、えー、まあね、そういうところですよね。はい。 えまあ今後こういうふうに、あのー、日本のね、老舗メーカーが生き残っていけるかどうかっていうのはこの辺の見極,め見極めなんじゃないかなと思います。あと価格帯ですね。もう日本人全体が貧しくなっちゃってるんであんまり高いもの買えないんですよね。はい。まあ、不景気の影響がこんなところにまで及んでいますということです。はい。女性の下着にまで 不景気の影響があかなり出てきちゃってますよということですね。はい、こちらの記事も貼っておきますんでね、皆さん見に行ってください。どうぞよろしくお願いいたします。沖縄、おばばでチタン、えー、ばナタン。